決勝ありがとうございます。こんばんは。金曜日公演当ててください。金曜日いやな、もう公演の練習で今週はずっと大変です。こんばんは。まだゆなには春は来ません。練習だけ。ちゃんでくくん、コールありがとうございます。こんばんは。レインボーしてありがとう。けどね、けどね、でもね、頑張るんだ。22日に向けて。こんばんは。いつもと違うところに立ってるか立ってないかはどうだろうね。江戸川区プレゼントありがとうございます。頑張る、ありがとう。こんばんは。あみかん、あなたもありがとうございます。勉強もね、いよいよ大詰めなんですよ。もうすぐテストとかも。29日も公演多分出るよ。滝通さん、ハートありがとうございます。4年生は3年生よりはどうなんだろうね。ゆったりとできるのかな。ゆいなちゃん、ハートありがとうございます。はーさん、キッシュありがとう。多分できる。ほんと単位は取れてないよ。単位は取れてないよ。しんくん、ハートありがとうございます。単位は取れてません。トミーダさん、ハートありがとうございます。こんばんは。やめてやめてやめて。留年はしないので。新次カリクナルマさん、ありがとうございます。いや、なんかサボってはないんですけど、もう必然的に単位はギリギリですよ。こんばんは。でもね、高校生の時成績優秀だったからです。成績優秀枠だったんですよ、大学だから。どう思ってるんですかね、教員の人。落ちこぼれと思われてるかな、わかんないですけど。成績優秀で入ったから。なっちゃんちゃん、レインボースターありがとうございます。
いや、指定校推薦ではないのです。ひなさん可愛いからタイもないし、そんなことないですよ本当に。でもね、ゆなはね、あのね、いや、女子大生の肩書きというかね、全然肩書きとかじゃないけど、こんばんは。勉強が好きだったんですよね。ね、こんばんは。だからね、大体2個ぐらい受けるじゃないですか。でも2個ぐらい、試験って2個ぐらい受けるじゃないですか。でもな、1個の大学1個しか受けられないんですよ。考えてもなんか、チャンネル君ハートありがとうございます。そこに第一志望で合格したから、こんばんは。そこが無理だったらもう行かないのと行かなくていいなと思って、その大学に入れないならって思って思ったの。けどその大学ここにしたらって言ってくれた先生がいたんですけど、担任の先生が、その担任の先生はそこ大学出身だったの。こんばんは。で、そう、美味しい。こんばんは。一緒。けど本当にの勉強好きだったから、けどね、塾も行ったことなかったんです。塾行かなくても自分で勉強してたから。こんばんは。大学の勉強ももちろん好き、しかも好きな分野だからね。こんばんは。あと高校も公立だったんですけど、私立受験しなかったんです。高校もあれやな、一発でいけたわ。考えた、ただのもちょっとさ、レインボースターありがとうございます。こんばんは。お姉ちゃんと一緒のとこ行きたいと思って、まあ高校はそんな普通の高校だったんですけど。デミアンハートありがとうございます。で、マイラちゃんプレゼントありがとうございます。さとみちゃんお近いありがとう。でもね、ゆな今は亡きおじいちゃんにね、
おじいちゃんとの最後の会話電話したんですよね。大学の合格と NNB のこと。こんばんは。その年に亡くなっちゃったんですけど、こんばんは。あずさちゃん、ハートありがとうございます。そう、最後に報告できたから絶対何が何でも卒業しなきゃと思って。こんばんは。多分おじいちゃん行ってほしかっただろうから。だっていとこいるんですけど、そのいとこも、まあまあ、里道プレゼントありがとうございます。パターンさん、誰もありがとう。そう、最後の電話、こんばんは。東くん、ハートありがとうございます。腕相撲したの最後。こんばんは。ミニマロンさん、雪だれもありがとうございます。ゆうすけくん、レインマスターありがとう。こんばんは。こんばんは。里道だるまさん、ありがとうございます。なんでのこの生い立ちの話してんねん。どっから始まったんや、この。しんじかりこんぱ、ありがとうございます。そう、大学の話か。あち、おやすみ、おやすみ、おやすみ。あの時も、そう、こんばんは。単位頑張ろう、お互いに。なんか定期的に早くなっちゃう、会いたい時期が来るんやけど、今がまさにその時で、そんなの都合のいい女になりたくないんだけど。こんばんは。たちの話、定期的にね。よしかずさん、ハートありがとうございます。にすくんちゃん、出てください。こんばんは。仲良くない、仲良くない。こんばんは。だからあの今あの急にさ、誕生日になったら現れる人いるじゃないですか。誕生日祝ってください、
祝わないからね。こんばんは、ピオラさんしか。おめでとうぐらいは言うけど。今日寒すぎた。こんばんは。え、あと15日で毎日アイドル3年になるの？早っ。3年か。そうそう、こんばんは。金曜日久しぶりに会えるからなんて、あれだよね。そう、毎日アイドルやってるの、実は。毎日アイドルというか毎日配信してるんです。台湾からの徳さん、ハートありがとうございます。だってさ、誕生日の時に現れるって言うたらさ、あの街歩いててさ、知らない人に「僕今日誕生日です」って言ってんのと一緒だからね。ナジさん、メリークリスマス、ありがとうございます。5ヶ月後誕生日ですよ。今祝って、5ヶ月後絶対お祝いしますね。こんばんは。まあそんなこと言ってるけど、今気分やから全然祝っちゃってる時もあるかもですけど、気分が良ければ。リンくん、アイラビュー、ありがとうございます。心が余裕があったらお祝いします。こんばんは。そう、ガッチャです、ガッチャ。でもピューラーさん絶対お祝いするよ。こんな大切な人のお祝いの、大切な日の大事な日は絶対お会いするからね。たんべまぼす、改めまティーマナブさん、本当にありがとうございます。よっちゃみさん、レイボスター、ありがとう。来年祝ってくれ、もちろんお祝いするよ。ハッピーハッピーバースデー、ケーキはキャンドルを抱きで咲き着せよ。来年の11月お願いします。ってことは最近だったの？誕生日早く来ないかな、来ないかな。何気に3年連続で祝ってくれるアイドル、早くなっちゃうんだけど嬉し涙流して。そうやで、失ってから気づいても遅いからな。こんばんは。
どんな状況でも、うん、お祝いするよ。こんばんは。こんばんは。遊びに来て帰れてありがとうございます。高根のリンゴはミイキさんとシームでした。アルバムの囲み取材、誕生日当日になったら見送り先頭だって。そうだったんだ、そんなルールあったんだ。ゆな、あのまだ一回もさ、あのバースデーケーキさ、 NNB でさ、バースデーケーキあるじゃないですか、サプライズみたいなやつ。あれのまだ一回もらってないの。まだ何持ってるか。コンサートありがとう、楽しかった、ありがとうございます。皆さんってマシュマロですか、出たマシュマロ。こんばんは。かわいい、ありがとうございます。でもいいんだ、みんなからたくさんのお祝いしてもらったので。オンライン今週やし、ゆななのリスっぽい、ワンワン。シンジカリ君ハートありがとうございます。マシュマロ、こんばんは。ガールズプリティ買ってありがとうございます。ツインテールかわいかった。日曜日熱波あるかと思うけど大丈夫だよ。オンライン楽しかった。早いな、早かったな。ってことは今週でもう終わっちゃうってことだもんね。こんばんは。次のにゃんにゃんの年だ、22歳。22歳、まだまだこれからやな。まだ21歳半ぐらいになったもんな、ずっと22歳と思っとくんですよ。そしたら気持ちが楽。2023年ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。素敵な一年になりましたね。ありがとうございます。11時12。今の21歳3ヶ月くらいやな。3時12ってことは、もう4分の1が過ぎたん？早い。21歳はもう4分の1すごい。 NNB にいると時間がね3倍ぐらい早く感じるんですよ。ってことはな、でもな、人間ってあの体感温度らしい、体感時間、あの時間早く過ぎるってことはその分老化してないらしいので、そう、その時間しか、だから
体感時間を短くしようね。あれみたいな感じだよね、浦島太郎。え？浦島太郎？浦島太郎はちっちゃうか。浦島太郎が「こんばんは」玉手箱開かなかったらそうなんや。そうだそうだ、玉手箱を開いちゃうから、こんばんは。ユナと出会ったあっという間だった。君と出会って僕は変わった、息を切らし走ってく誰かのために必死になるって気持ち、欲しかったのは答えじゃなくて追いかけてみること。そう、箱開けんかった。やっぱりね、教えを守らないといけないよね、浦島太郎くん。カルタバラさん、ありがとうございます。じゃあランキング見ますね。ユナをしてまだ1年経ってないのに思い出いっぱい、ハマに優しい、好き、嬉しい。でもさ、 NNB で絶対さ、みんなと過ごしてる時間一番長いよね。自信を持ってやるわ一番ってね。でもそれはこうやって会いに来てくださるファンの皆さんがいるからです。ありがとう。いつも何時にやるかわからない配信に見に来てくれて、でもさ、あれ B リアルだっけ、 B リアルみたいじゃない、考えたらね。やってないけどお姉ちゃんやってるんですけど、 B リアル、あれなんか今学校とかで問題になってるんですよね。 B リアル、こんばんは、カシャカシャってなるから、時間になったらみんながカシャカシャって撮り始めるから、 B リアルみたいな感じだね、ゆっくんの配信。B リアルって言ってなんか友達同士が共有するみたいな、何時にやるか分かんないの。小池嬢さん、ラブレターありがとうございます、こんばんは。めっちゃ配信してくれてありがとう、こちらこそ。でもね、最初の頃ね、本当にね、最初ショールームやった頃はもう知らない方だらけで、名前もそうだし、ゆなさ、この中に AI の人混ざってるんじゃないかなってちょっと疑った時あったんですよ。だってこう始めた、配信始めますやっただけでさ、こんなにもたくさんの方が見てくれるって、なんかコメントにさ、なんか AI 混ざってるんじゃないかなと思ってたんですけど、でもこうやってね、ショールームで見る名前の方がお話し会とかって来てくださったり、皆さんと知り合うことで
本当に画面の向こうで皆さんが見てくださってるんだなって感動したことを覚えています。こんばんは。電話で自動音声見てあいって言われたことは、それはもうただの悪口じゃないですか。初めてのリアルお話聞けて、早くの存在が本物だと実感して、あわたまにはいいコメントしますね。よしくん、決勝ありがとうございます。シャレに何かなってありがとうございます。嬉しい。ハート、ハート。お顔かわいくてありがとう、ありがとうございます。これからもぴょんぴょんアイドルとして頑張ります。じゃあランキング見ますね。13位しんくん、12位あかにしくん、11位さとみち、10位よっちゃみさん、9位ことちゃん、8位のはらしんのすけのすけくん、7位としとし、6位ゆうすけくん、5位おうみくん、4位なっちゃんちゃん、3位なっちさん、2位ただのおじおたく、そしてはやれ1位ははんさんでした。ありがとうございました。ハンさんってあのカメラ撮ってくれてた方ですか？載せてくれてた方？ツイッターで。じゃあ前ゼリーいきますね。3、2、1。ハンさん、おとついにみなと出会ってピューラーになってくれてありがとう。これからいっぱい思い出作ろうね。ありがとうございました。パクパクたいちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。って感じで1位になった方には萌えゼリフをしています。おやすみなさい、ありがとうございました。おやすみ、バイバイ。